皆さん、こんにちは。レック専人講師の木村ですえ。今日は、トーレンの効果的活用法ということでえ、レックのファイナルトーレンのご案内ということになります。えー、皆さんは、トーレンとかも知って何のためにあると思いますこれって、まあ、いくつかあると思うんですけれども、一つは、これはやっぱりアウトプット力の強化ですよね。 アウトプットっていうのはまあ当然これ表に出すこと。なので表に出すものがなければまあ出しようがないわけですよね。これはもうインプットがちゃんとできていなければアウトプットはもうできないということです。なので当連受ける方はしっかりとインプットできているっていうところがまず大前提になってくると思ってください。ね、じゃあインプットがちゃんとできている人はみんながアウトプットできるのか。 やっぱりこれそうじゃないっていうのが試験の怖いところですよね。きちんとインプットできていてもそれが出せるかどうかっていうのはやはり人によります。なのでその練習がこのトーレン模擬試験というふうに思ってください、ね。要は150分という時間の中で解かなきゃいけない土地家屋調査士試験。じゃあその150分の時間配分、これを どのように使えるか。これってできるようでなかなかできないというふうに思います。なので、まずはこの練習というふうに思ってください。で、その150分の時間の使い方。これに関しては、やっぱり卓一と、それから書式で、ね。これきちんと考えていかなきゃいけない。卓一に関しては、まあこれ過去問として、語師卓一の形でやってる人。 そうじゃない、ね。一問一答形式でしかやっていない。っていう人もいると思うんです。まあ私、インプットでは、この卓越問題、これ過去問使うけれども、これは一問一答形式で、ちゃんと合ってるか、間違ってるか、間違ってる足だったらどこが間違ってるのか、これをきちんと把握することで、それはインプットにつながる。 だから通常講義の中では一問一答形式でしかやっていません。ね、でもそれは理論を、ね、中身をしっかりと理解するためであって、点を取ろうと思ったら、ね、そして時間内に点を取ろうと思ったら、やはり五種択一の形で解く練習というのをしなきゃいけなくなります。その練習、ね、これがまず択一の大きなポイントになると思ってください。 で、これってやっぱり土台がしっかりしていないと、語師卓越の問題で、例えば全部読まなくても答え出せますよっていうところに行き着かないんですね。だからやっぱりと、インプットをしっかりとしておくっていうところは重要になります。ね、あとは、書式に関しては、まあこれは土地から行くか建物から行くか、もうバッチリ決まってる人はいいですよ。ね、でも、やっぱり迷ってる人も少なくないと思います。 で、そういった方は、このトーレン、レックのファイナルトーレンは、公開模試も含めて全部で8回あります。その8回の中で試してください、ね。で、自分はこっちの方がいいなっていうのを見つけていただければと思います。それは、好きな方からもちろん行けばいいんだけれども、ただ、好きな方が、やっぱり本試験ではすごく解きづらい問題だったりっていうことも、これ考えられます。なので、問題によって、 行く方向を変えるっていうのも選択肢の一つだと思うので、そういった試し方もしていただきたいと思います。あとは、レックのこのファイナルトーレン。まあ、ファイナルトーレンだけじゃないんですけれども、レックのトーレンに関しては、解説冊子がこれ、卓越対策。要は理論の確認にも非常に役に立ちます。ちょっと映しますね。 はい。まあ、これパンフレットなんですけれども、ちょっと持ってきたのが、今年の当連だとさすがにネタバレになってしまうので、昨年のものを持ってきました。はい。これは、ある建物の問題の解説です。で、解説見てもらうと、その問題の解説だけにとどまらずに、重要な箇所がきちんと、 まとまってるんですね。これパッと見て何の内容か浮かぶ人たくさんいると思います。これ原則所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物は合併することができない。そう、合併制限です。ただこの合併制限に関しても一定のものに関しては制限されないというのがありましたよね。それがここです。 担保権の登記であって、担保権っていうのは、登記される権利って、先取り特権、七権、定等権というのがありますよね。で、この担保権の登記が、登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付が同一のものだった場合、合併制限が緩和される。 ね、要は合併制限に抵触しないので、これ合併できますよという論点。で、これって、まあ建物、土地、どちらも書式問題の論点としては非常に重要だし。しかも、これ卓越問題として、ね、これは出てくる可能性十分にありますよね。なので、そういった内容はこんな風に解説にきちんとまとめてあります。 で、この、今ちょっとマーカー入れたところって、太字になって、アンダーラインが引いてありますよね。で、まあ、ここが穴埋めになって、書式問題の中の記述として、ね、記述の問題として出てくる可能性が十分にあるわけです。で、近年の本試験問題は、やはりそうやって穴埋めの傾向になっていて、まあ、条文がそのまま出てきたりもするわけですね。なので、ここが穴になる可能性があるよ、というのをこんな風に、 太字で示してある。で、それだけじゃなくて、レックのトーレンのいいところは、ここが実際に穴になっているものを、これダウンロードできるようにしてあります。ね、なので、虫食い状態、穴になっていて、で、自分で、ね、こんな風に答え書いてなくて、穴に入れられるような形式をダウンロードすることができます。なので、どっちも使うことができる。これはこれで持ち歩いてもらって、 で、まあ、テキスト代わりにね、してもらえばいいし、穴埋めの方はダウンロードしてプリントアウトすれば、ドリルとして使うこともできる。ね、これ最近始めたことなんです。で、もともとは数年前までは、この解説が穴になっていて、で、下の方に回答が書いてある。 ね、そういったものを提供していたんですけれども、まあ、その穴だけだとやらない人が多いという話を聞いて、まあ、私なんかは個人的にはね、穴が開いてると埋めたくなる性格なんですけれども、ただ、まあ、そういったね、穴の状態だとやらないよっていう人のために、まあ、もう解説はもうすべて、ね、もうこの答えを入れてあって、ね、で、穴のものはダウンロードできるといった形、どっちも使えるようにしたわけです。 ね、なので、もうこれだけでも販売したいぐらい、ね。まあそのぐらい、もう解説の方でも、もうこれはしっかりと使っていけるというものになっています。なので、はい。まあちょっとね、パンフレット映しましたけれども、この直前ファイナルトーレンで、合格答案作成力を習得する。はい。これって、 結論としては、これ、トーこれは、合格答案を作る練習だと思っています。だから、トーなんですね。これ、答案練習会の略で。要は、合格答案を作る練習。これがトーです。なので、しっかりとこれを活用して、ぜひ合格を勝ち取っていただきたい。というふうに思っています。 ね、もうこれずっと私ね、えー、受講生には言い続けてるんですけれども、満点の答案なんて求めなくていいんです。結果的に満点になったらそれは素晴らしいことだけれども、ただ、満点で合格しなくたっていいわけです、ね。合格点を取れればいいわけだから、合格点を取るための答案。これを作成する練習ということになります。なので、合格答案を作るための練習。 ぜひ、このレックのファイナルトーレンを使ってください、ね。で、直前期、一緒にこのファイナルトーレンで頑張っていきましょう。はい。ということで、えー、ぜひ、お申し込みお待ちしています。はい。では、これで、ガイダンスの方は終了したいと思います。ありがとうございました。